총 92명이 공모한 가운데 친근하고 한 번만 들어도 외우기 쉬우며 부르기까지 쉬운 이름을 제안한 김다혜님이 최종 당선자가 됐습니다. 日韓交流祭り運営委員会が6月28日から8月12日にかけて行いました日韓交流祭りマスコット名前公募展に計92名様が応募してくださいました。この中で親しみが感じられ、一度聞いただけでも覚えやすく呼びやすい名前を提案された김다혜さんのネーミングが当選されました。マスコットを紹介しますか。それではマスコットの皆さんをご紹介いたします。먼저하루입니다。하루는봄처럼따뜻하기도하고때로는쿨한소녀입니다。다른사람의기분에쉽게동요되기도하지만두가지반전매력을지닌수줍음많은아이입니다。まず春です。春ちゃんは春のように穏やかで、時にはクールな性格の女の子です。ちょっぴり周りの人の気持ちに影響されやすいけれど、ギャップが魅力的な恥ずかしがり屋さんです。이어서열음입니다。여름을닮아서열정적이고활기찬성격의열음。그는많은사람과함께한것을좋아하고무엇이든가장먼저나서는행동대장입니다。次は夜もです。韓国語で夏という意味です。夏に似て情熱的で活発的な夜もくん。たくさんの人と一緒に楽しむことが大好きで、どんなことでも真っ先に行動する元気な子です。이어서가을입니다。맑고높은하늘을자주볼수있는가을처럼가을은밝고명랑한성격의소유자입니다。주변의분위기를시원하게환기해줄수있는メイコイグダミラ。次はカウルです。高く澄んだ空が見られる秋のように、カウルちゃんは明るくて朗らかな性格の持ち主です。周りの空気を爽やかに変えてくれる素敵なムードメーカーさんです。이어서후유입니다。겨울처럼차갑게보이지만포근하고안정감있는똑똑이후유。그만의듬직하고결단력있는카리스마로친구들을이끌어줍니다。次は冬です。冬のように一見冷たそうに見えるかもしれないけれど、実は優しくて落ち着きのあるお利口さん、冬くんです。頼もしくて決断力もある冬くんならではのカリスマ性で友達から慕われています。그럼한해축제한마다운영위원회田中雅史운영위원장님께서마스코트에게임명장을전달하겠습니다。それでは日韓交流お祭り運営委員会の田中雅史運営委員長よりマスコットの皆さんへの任命状をお渡しいたします。네하루임명장하루를한해축제마당마스코트로임명합니다。任命状、春を日韓交流祭りのマスコットに任命いたします。이어서여름을한일축제마당마스코트로임명합니다。任命状、여름を日韓交流祭りマスコットに任命いたします。이어서가을을한일축제마당마스코트로임명합니다。任命状、가을을日韓交流祭りのマスコットに任命いたします。이어서후유를한일축제마당마스코트로임명합니다。任命状、후유を日韓交流祭りマスコットに任命いたします。이어서한일축제마당마스코트이름공모전시상식을진행하겠습니다。최종당선자김다혜님께서는무대위로올라와주시기바랍니다。それでは日韓交流祭りマスコット名前公募展授賞式を行います。最終当選者の김다혜さんはどうぞステージの方にお上がりください。김다혜님께는일본항공이협찬한김포출발하네다도착왕복항공권이코노미클래스를드립니다。김다혜님은일본공군から協賛していただきました김포発羽田着エコノミークラス往復航空券を差し上げます。田中雅史운영위원장님께서전달해주셨습니다。田中雅史運営委員長からお渡しいたしました。네김다혜님축하드립니다。김다혜様おめでとうございます。이어서기념사진촬영이있겠습니다。それでは記念写真の撮影を行いたいと思います。
먼저 마스코트와 운영위원장님께서 촬영을 하도록 하겠습니다. 먼저 마스코트와 타나카 마사시 운영위원장의 기념사진을 行います. 이어서 김다혜님 그리고 우리 다혜가 위원장님 마스코트 이렇게 같이 영촬영을 하도록 하겠습니다. 이어서 김다혜様과 운영위원장 마스코트의 기념사진을 行います. 네.